昔、信州信濃のある山の東と西のふもとに小さな村があった。この二つの村は、わずかな争いがもとで、もう50年もの長い間、行き来しなくなっておったそうな。さて、この東の村に大層とんちに富んだ賢い女の子がおったが、この子は朝生まれたので朝子と名付けられた。村の人たちは朝子の姿を見かけさえすれば、おや朝子じゃ寄ってけやと声をかけるし、おやつをこしらえれば、朝子茶葉呼んできなやれと大騒ぎで、朝子はみんなから可愛がられておった。ある日のこと、東の村の年寄り連中が集まって思い出話に花を咲かせておったが、まず隣の村とは長いこと付き合いがねえが、ここらで一つとんち合戦をやらかすか。おらほうにゃへえ朝子茶がいるわさ、負けっこねえぞい。勝ったら西の村をおらほうの子分にして、あの山に道を作らすだ。ええー、そりゃええ歓迎だ。ぜひやるべし。そこで早速、村一番の弓の名人は矢文を西の村へ向けて言い放った。東の村から飛んできたんじゃろか。へえ、なになに、あさっての昼に山のてっぺんでとんち合戦をしよう。こっちからは娘一人を出すが、そちらは何人出しても構わない。負けた村は勝った村の子分になって、すべての指図に任せ、一年以内に二つの村の間にある山に道を作ること。おらほうには優子茶というとんち娘のいるのも知らんで、でっけえことを言ってきよったぞ。これでへえ東の村はおらの方の子分に決まったようなもんじゃな。なあ優子茶。なるほど、西の村にも朝子と同じ年格好の優子というとんち娘がおった。すぐに返事のやぶみも飛ばすだ。おさて、こうしてとんち合戦の日になった。東の村からは朝子が、西の村からは優子が、たった一人で出かけていった。何しろもう50年も人一人通ったことのない峠道はすっかり荒れ果てて、女の子の足で登るのは並大抵のことじゃねえ。しかも頂上の近くには東の村の側に大木があった。そうして西の村の側には大きな岩があって、それぞれの行く手を塞いでおったんじゃ。それでも二人は昼少し前になんとか頂上にたどり着いたそうな。あれ？あんたが優子ちゃ？うん、朝子ちゃかい？似とるね。そっくりじゃ。話し合ってみると顔形が似ているだけでなく、生まれた日まで同じだったので、二人はもうすっかり仲良くなって、話はいつまでも尽きなかった。
どうして今まで生き合いをしなかったかいね。なに、何のダッチョもねえこんでにらみ合っていたんださ。俺たちの力で二つの村が手をつなぎ合えるように考えんかえ。そりゃええな。散々考えた末にやっと話がまとまった二人は別れを惜しみながら山を降りていった。村では皆が首を長くして待ちわびておった。今までやり合ったけれどとんち合戦は引き分けになっただ。それで次の勝負はな、明日の夜明けを合図に一斉に峠の道を作り始めて、一日でも早く頂上まで作り上げた方が勝ちということださ。はあはあ、なるほど。よし、オラフォーには力持ちが多いでな。気揃えてやれば、こっちの勝ちと決まってるだ。今度こそオラたちの勝ちだぞ。そうだ、そうだ、そうだ。こうして東の村の衆も西の村の衆も次の日から早速道作りに取り掛かった。暑い日には汗みどろになり、寒い日には凍った弁当をかき込みながら、雨の日も風の日も道作りはどんどん進められた。朝子と優子はたびたび会っては予定通りに道が出来上がるように気を配っておった。うわー、よろしくしゃい、よっしゃい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 、西の村はあの大岩をどければもう終わりじゃ。東の村はあの木を倒せばおしまいださ。いよいよだな。じゃあな、ゆうこちゃん。さあ、てっぺんまでもう一息じゃ。頑張るだぞ。頂上は近いぞ。それ、行け。もう半日早ければオラの方が勝っただろう。そりゃこっちの言いてことじゃ、口惜し。おや、確かお前は下戸の与作でにか。うん、そういうお主は柿の下のテロ八かい。おめえはこんなちびってよ、年中花ばっか垂らしていたのに、えれじ様になっちまったの。おめえこそよ、何十年も経って年取らねば化け物じゃ。もうよさく、こうしてちょうど同じに道が出来上がったっちゅうのも、ここらで一つ仲直りすべしってことでねえかい。その通りじゃ。というわけで、いつしか二つの村の人々の心もほぐれ、にぎやかな宴会が始まった。
朝子と優子はしっかりと手を握り合い、嬉しそうに微笑みながらその様子を眺めておったということじゃ。